聖教会、スタディバイブルは、初めての東方聖教会用の英語訳聖書で、注釈付きである。旧約聖書は、聖教会聖アタナシウス神学院のわけで、新約聖書は、新ジェームズ・オーバン聖書で、旧新約全書は2008年に、トマス・ネルソン社から出版された。聖教会では、聖法教会のように礼拝で神徒が聖書を、朗読する習慣がなく、 更新例では司式者が聖書を朗読する。このためもあって、聖教会での聖書の需要は、こうした個人があるいはグループでの学習用の聖書になる。聖教会、スタディバイブルには、聖教会用の数々の注釈をつけていて、また、紙幣番号は、聖教会用に一つ違いになっていて、エレミアとマラキでも、小、節の際がある。 干末には、境界歴に沿って、聖書日課を載せている。国際式の遺恨が十二用が、聖書の物語信仰につれて挿入されている。ありがとうございます。